どうも二の前です。今回は前列ゾーンゼロが残り1週間でリリースされるということで、最終ベータ版を最初からエンドコンテンツができるようになるまでやり込んだ私が、実際やってみてこれをやらなければよかったと後悔したことがいくつかあったので、皆さんが同じ失敗を起こさないように今回は序盤にやってはいけないことを5つまとめて話していきたいと思います。それではまず1つ目についてですが、メインクエストやサブクエストの探索を無視してストーリーを進めることです。実は前列ゾーンはメインクエストやサブクエストをプレイしていく上で、探索面と戦闘面の2つを交互に繰り返しながらゴールを目指す仕様となっているのですが、この探索において、現在画面の左下にも映っているんですが、この金のコインがとても重要で、クエストに入ると画面の左上にも書いてありますが、それぞれのマップに3つずつ金のコインが隠れており、それらの隠れたコインを必ず3つ探してからストーリーを終えるようにしましょう。ちなみにこの金のコインがなぜ重要になってくるかというと、前列ゾーンはメインストーリーをある程度進めるごとにキャラクターと武器のレベルの上限解放ができるように上限解放クエストが出現します。そこでその上限解放クエストをやらないとキャラクターのレベルと武器を上げることができないので、必ずやらないといけないのですが、その上限解放クエストをやるにあたって参加条件が2つあり、1つ目は指定のプレイヤーレベルまでに上げること、2つ目は先ほど言った金のコインを指定の数集めることです。1つ目のプレイヤーレベルに関しては、やっていくうちに問題なくそのレベルに達することはできるので気にしなくていいと思います。問題は2つ目で、金のコインを一定数集めないといけないのですが、毎回メインクエストやサブクエストで3つの金のコインを集めれば問題なく条件をクリアできるのですが、私の場合は画面のご覧の通り、ストーリーの続きを早く見たいがために金のコインを1つ2つしか集めずにクエストを終わらせていました。その結果、後に出現した上限突破クエストに参加することができず、また1から今までやってきたクエストを再びやり直して足りなかったコインを探すことになり、めちゃめちゃ時間がかかったので、皆さんは同じ風にならないように必ず最初から金のコインを3つ集めてからクエストを終わらせるようにしましょう。2つ目は全キャラ育成をすることです。前列ゾーンは全キャラ固有のテンプやスキル、そして戦闘スタイルも全然違うため、前列ゾーンを始めると全キャラ育成したくなると思いますが、序盤からキャラを絞らずに全キャラ育成してしまうと、途中で育成素材が足りなくなってしまい、火力不足でストーリーがクリアできなくなってしまう可能性もあるので、序盤から全キャラ育成することをあまりお勧めしません。ちなみに前列ゾーンはエンドコンテンツで前半に3人、後半に3人と2つパーティーが必要なコンテンツがあるので、全員育成はお勧めしませんが、6人までの育成なら全然おすすめです。ちなみにパーティーを組む際はアタッカー1人、そしてサポーター2人のパーティーを組むことをおすすめします。そして前列ゾーンはそれぞれのキャラクターに属性と所属先が振り分けられているのですが、パーティーを組むときに同じ属性もしくは同じ所属のパーティーを組むと、パーティーメンバーそれぞれに強力なバフがもらえるので、できるだけパーティーを組むときは同じ属性もしくは同じ所属先のキャラクターで組むことをおすすめします。ここまでキャラクターの育成の話をしてきましたが、武器も同様に素材が限られてくるので、武器も序盤から多く育成することをあまりお勧めしません。そして全キャラ育成をお勧めしてきませんでしたが、あくまでも序盤効率的にレベルやストーリーを進めるための話なので、強いパーティーを2つ作り、余裕ができたら全然好きなキャラクターを育成していって大丈夫だと思います。3つ目は毎日デイリーやバッテリー消費をしないことです。まずはデイリーについてですが、前列ゾーンはある程度ストーリーを進めるとデイリーが解放されます。そしてこのデイリーは毎日ランダムにミッションが選ばれるのですが、そのミッションをクリアして活躍度を稼ぎ、それで報酬を得る形となります。そしてこの報酬についてですが、めちゃくちゃありがたい内容となっておりまして、特にプレイヤーレベルを上げるのに必要な経験値がとてもありがたいです。ゼンゼロは序盤キャラクターのレベルを上げられるように、できるだけ多くの経験値を早く稼ぎたいのですが、そこで実は経験値を一番多くもらえるのはメインクエストとなっているのですが、その次に多くもらえるのがデイリークエストとバッテリー消費になります。効率的な話をすると、デイリークエストやバッテリー消費が一番早く経験値を稼ぐことができると思うので、必ずどんだけ忙しくてもデイリーとバッテリー消費だけはやるようにしましょう。ちなみにデイリーの内容についてですが、とても簡単な内容となっていまして、だいたい5分から10分で終わるので、そこまで負担にはならないと思います。ちなみに私の場合はベータ版で毎日プレイしたところ、メインクエストのストーリーが気になって先にストーリーばかりやってた結果、デイリーをやらずに日をまたいでしまうことがあって、とても損をしてしまったので、ゼンゼロを始めるときはまずデイリーからやることをお勧めします。
続いてはバッテリーについてですが、バッテリーはゼンゼロのスタミナのようなもので、原神で例えると天然樹脂で、崩壊サーレイルで例えると開拓力です。このバッテリーは最大で240まで貯めることができ、回復速度は6分で1ずつ回復していきます。そしてバッテリーを0から240まで回復するのに24時間かかるため、だいたい毎日1回ログインしてバッテリー消費をしていけば、バッテリーが溢れずに回復し続けることができます。このバッテリーの使用用途についてですが、キャラクターのレベル、そしてスキルレベル、そして武器レベルを上げるときに素材が必要なのですが、その素材を確保するために必要になってきます。そこでキャラクターを育成するときに一気に育成したい方もいると思いますが、バッテリーの上限が240となっていて、序盤から一気にキャラクターを育成することはほぼ不可能となっているので、ちゃんとこまめに毎日少しずつ育成をするようにしましょう。ちなみに前列ゾーンでは中盤からディスクが解放されて、ディスクとは原神でいう生物、そして崩壊サーレイルでいう異物です。そこでもバッテリーを使うことになります。4つ目についてですが、ディスク解放直後に厳選をすることです。実はディスクにはリアリティが3つありまして、星3、星4、星5の3種類があります。そこでディスク解放されたところは基本星3レアリティ、そしてたまに星4レアリティのものがあるのですが、その状態でバッテリーを多く使って厳選しても、星5ディスクが解放されるとバフ量自体はその星5ディスクの方が圧倒的に強いため、今までの厳選した星3、星4ディスクを捨てて新しい星5ディスクを使うことになると思います。そうなってしまうと今まで厳選に使ってきたバッテリーが無駄になってしまうので、私は序盤からディスクをがっつり厳選することはお勧めしません。とはいえベータ版でプレイしていて、ディスクをはめないとクリアできないところもあったので、ディスクを厳選することはお勧めしませんが、メインステータスや2セット4セット効果を揃えるだけだったら全然大丈夫だと思います。むしろ揃えた方がストーリーを楽にクリアできるのでお勧めです。5つ目についてですが、初心者ガチャで星5を迎えるまで2つ目のパーティーを作らないことです。実は前列ゾーンの工場ガチャは初回50回回すと、ネコマタ、クレタ、11号、ライカン、グレース、リナの中からランダムで1人確保することができます。そこで先ほどキャラクターを育成する際はパーティーを2つ、計6人育成することをお勧めしたのですが、 A 級と S 級、いわゆる星4と星5キャラクターの戦闘力の差が普通にあるので、初心者ガチャで星5キャラクターを迎える前に先に2つのパーティーを完成させてしまうと、星5キャラクターを迎えた時に入れる枠がなくなってしまうので、個人的には先にパーティーを1つだけ完成させておいて、2つ目のパーティーは星5キャラクターを迎えた後に組むことをお勧めします。加えてこの工場50連についてですが、ベータ版でやった頃は序盤に結構配布してもらえたので、リリース時も同じ量配布されるのであれば、だいたい 5,6 時間みっちりやれば50連回せると思います。ゼンゼロの序盤でやってはいけないことを5つ話したので、最後にまとめたいと思います。1つ目はストーリーやサブクエをやっている時に金のメダルを無視してストーリーを進めること、2つ目は全キャラ育成をすること、3つ目は毎日デイリーやバッテリー消費をやらないこと、4つ目はディスク解放直後に厳選をすること、5つ目は初心者ガチャで星5キャラクターを迎える前に2つパーティー作っちゃうこと。これらのどれかをやってしまうと後悔してしまう可能性があるため、やらないことをお勧めします。今後もゼンゼロがリリースされたらいろんな動画を上げていく予定なので、この動画が役に立ちましたら、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ここまでご視聴していただきありがとうございました。バイバイ。